プロのギャラリスト、または工芸店主ですとか、そういったプロ向けにしか貸さないっていう少し変わった貸しギャラリーをやろうという企画になってきまして、何かっていうとアーティストに自分が展覧会をやりたいっていうので借りていただくのが通常の貸しギャラリーだと思うんですけども、ちゃんとキュレーションとかディレクションがなされた展覧会を入れ替わり立ち替わりやるスペースができると、特に現代美術 の, ギャラリーはともすればちょっと行きにくい場所で、非常に入りにくい雰囲気の中で、一部のコレクターの方に向けてビジネスをやってるっていうのが現状だと思うんですけども、ヒカリエ のキューブでやろうとしているのはそうではなくって、例えば1日1000人も来るようなフロアでちゃんとクオリティのある美術工芸を持っていくとどうなるんだろうかということを試してみたいと思っているわけですね。30代ぐらいの若いギャラリストが雑居ビルの一室でですね、ギャラリーを開くっていうのはすごく最近増えてきてるんですね。アート業界全体が少し変わっていく予兆じゃないかなと思ってますし、どういう作品が主流になっていくかっていうのも、例えばその光のキューブで新しい兆候が一番先に見れるっていうことになっていけばいいなというふうに思って